はい、皆さんこんにちは、あずまです。今回は AI による自動コーディングなどの AI 関連のトピックについていくつかお話ししていきたいと思います。まず最初のトピックですが、ツイッターにあったフランス革命の専門家からのメッセージですね。ちょっとひどいメッセージなのですが、棒切れで物や人を殴ることにはたまらん愉悦がある。そしてこれを認め、この欲求とどう向き合うのかの過程が世界史の本質だ、とのメッセージですね。確かに人が持つ加害欲求というのは世界史に多大な影響を与えていそうです。この加害欲求というのは明らかに実害が大きいのに、これが進化の過程で残ってしまったというのは狩猟時代の名残なのでしょうか。もし AI が今後欲求や感情のようなものを持つとすれば、このような性質は人から引き継ぐべきではないかと思います。人は狩猟採集時代に最適化した動物なんですね。なので現代には不要な性質が多すぎのようにも思います。次のトピックです。レオナルド・ダ・ヴィンチが考案したスクリュー型のヘリコプターが再現されたようです。ただ動画の方を見たのですが、一軸のヘリコプターではなくて4つの軸を持ったヘリコプターなんですね。スクリュー1つでそれを飛べるわけではないようです。しかもかなりの高速回転が必要なようで、ダ・ヴィンチの時代は耐えられる材料も動力源もなかったかと思います。このレオナルド・ダ・ヴィンチのヘリコプター、もっとゆったりとした回転で優雅に飛べるものを個人的には想像していたのですが、実際空を飛ぶということは想像以上に期待に負荷を強いるようです。次の話題ですね。中国の科学者が人工子宮で赤ちゃんの世話をする AI ウバを開発したとのことです。人工子宮なので人の手で作り出した子宮ですね。ここで赤ちゃんの世話をする AI ウバを開発したとのことです。これは胎児に成長する胚を監視して世話をする AI システムのようですね。出生率の低下に悩む中国の少子化対策の一環のようです。これに関しては法的もしくは倫理的な指摘がかなりありそうですね。人間が工場で作られるとなるとディストピアのような感覚が満載です。しかしながら女性の体の負担や不妊の問題を考えるとメリットも大きそうですね。このようにして人類は衣食住だけではなく生殖もテクノロジーに委ねていくのでしょうか。 AI の遺伝子と書いて愛の遺伝子と読む漫画を書いている山田キュウリ先生が人工子宮をテーマにした過去の短編をツイッターの方にアップしていました。これについてもリンクを動画の概要欄にアップしておきますね。次のトピックですが、2021年の開発者に最も愛されているフレームワークでフラッターが2位になったようです。ちなみに PyTorch は3位のようですね。フラッターというのは例えば iOS であるとか Android であるとか Web であるとか様々なアプリを同時に開発することができる、いわゆるクロスプラットフォーム開発のフレームワークなのですけど、最近フラッター 4Windows がリリースされて Windows のアプリも同時に開発できるようになったようですね。このようにフラッターは現在絶好調のようです。アプリを開発する際に第一の選択肢にフラッターを選ぶという方も多くなってきたのではないでしょうか。そして次の話題ですが、 Apple が iOS に加えた変更により旧 Facebook のメタ社は2022年に1兆1500億円の損失を被るとのことです。すごい金額ですね。1兆1500億円です。このように Apple の意向次第で巨大なコストが発生するのはアプリ開発者にとって弁慶の泣きどころかと思います。僕の過去の体験ですが、 iOS の仕様変更により泣く泣く iOS アプリの公開継続を諦めたことがあります。アプリを作り込めば作り込むほどリスクが大きくなるのが厄介ですね。このような仕様変更のリスクを考えてアプリのメンテナンスコストを高めに見積もるしかないのでしょうか。次のトピック、最後のトピックは AI による自動プログラミングです。
ディープマインド社のアルファコードが競技プログラミングに挑戦したようです。競技プログラミングというのは、あるお題が与えられて、それに対して競う、いわゆる競技的なプログラミングになります。ディープマインド社のアルファコードはこれに挑戦して、参加者の上位 54% という人間と同等のスコアを記録したようです。このアルファコードですが、 GitHub というたくさんのコードがアップされているサイトのコードと、競技プログラミングの問題と回答のペアから学習したようですね。膨大なコードを使ってアルファコードのモデルを訓練したようです。このアルファコードがすぐに人間のプログラマーに置き換わるとは思いませんが、例えばアルファコードにとりあえず動作するプロトタイプを書いてもらって、人間がそれを仕上げるというのは近いうちに実現するかもしれないです。例えば医療であるとか、アートであるとか、創薬であるとか、 AI を使いこなせることがアドバンテージになる分野はいくつかありますが、コーディングに関しても同様の流れが生じつつあるようです。今回のお話は以上になります。お話を面白いと思った方は、ぜひ高評価やチャンネル登録の方お願いします。また現在コミュニティの方を運営しています。自由研究室エアーズラボという名前のコミュニティです。 AI をテーマに交流し、創造するウェブ上のコミュニティですね。メンバーにはユーデミーの新しいコースの無料提供や、毎月のイベントへの参加、動画の先行公開などの特典があります。興味のある方は動画の概要欄にリンクの方を貼っておきますので、ぜひサイトを訪れてみてください。また、ご意見やご感想のある方は、ぜひコメントの方をください。それではまたお会いしましょう。